シャフティ市の紋章シャフティの炭鉱シャフティの名前、新女比護制度シャフティは、ロシア南部のロストフ州の都市で、ウクライナ南東部からロシアに伸びるドネツ丘陵の南東6にある炭鉱の町である。州都ロストフがドヌの北東 75km に位置する。最寄りの都市は 23km 北西にあるクラスヌイスリンと 25km 西にあるノボシャフチンスク。 人口は239,987人。ロストフ州では、ロストフなどぬ、多ログに次いで人口の多い都市である。19世紀初め、グルシェフカ川沿いのこの地にアレクサンドログルシェフスカヤという名のコサックのスタニツァができた。これが現在のシャフティ市の始まりにあたる。シャフティはドネツタンデ田の東部にあり、その歴史は歴生丹の採掘と深く関わっている。 19世紀初めにこの周辺で最初の炭鉱が創業を始め、1850年までにはすでに57箇所の炭鉱が開発されていた。その中のグルシェフスキー炭鉱の周りに集落ができてゆき、1867年には町の地位が与えられ、ゴルノエ・グルシェフスコエ・ポセレニエと改名された。1881年、市に昇格し、 アレクサイ・コールグルシェフスキーと解明された。19世紀末から20世紀初頭にかけて、この町は、ロシア帝国南部の炭鉱地帯の中心都市の一つとなる。1914年には、人口が5万4千人に達した。ロシア内戦期には、ドン全体軍がこの地を支配し赤軍の侵入を、防いだ。1920年2月11日、アレクサイ・コールグルシェフスキーは、 シャフティと解明された。1920年から、シャフティは、ウクライナソビエト社会主義共和国のドネツク県に、属したが、1925年10月に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国のロストフ県に、編入された。1928年には、炭鉱でサボタージュを働いたとして労働者や技師が、逮捕され、シャフティ裁判と呼ばれる見せしめ裁判が行われた。 これは、ヨシフ・スターリンが、未だ革命前の意識を残す技術者や知識人に対して繰り広げることになる見せしめ裁判の最初の例だった。第二次世界大戦中の1942年には、シャフティはドイツ軍に占領されたが、翌1943年にドイツ軍は撤退した。この際に、炭鉱や建物の多くが破壊された。シャフティ市民29人が、 この戦争中にソ連邦英雄の称号を得ている。1948年、炭鉱の産出量は戦前のレベルに復元した。市内には1954年までドイツ軍捕虜の収容所が存在した。レオニード・ブレジネフの時期、シャフティの経済は最高潮に達し、人口は25万人を超えた。1970年代から1980年代に、 かけて、アンドレイ・チカチーロの連続殺人がシャフティでも起きている。ペレストロイカの時期、シャフティの炭鉱は次々に民営化され、閉山されていった。これにより、失業率は増加し、犯罪率や麻薬中毒も悪化した。シャフティ自電もトロリーバスも炭鉱閉山による経済低迷と民営バス業者の乱立の打撃を受けて21世紀、初頭に廃止された。 しかし熟練労働者の多さを目当てに新しい工場も進出し産業は次第に上向いていった。21世紀のシャフティはドンバス東部の産業の中心地でタイルに製造と輸出などを主な産業としている。ソ連時代はシャフティや周囲のドネツボンチ地域では石炭が主産業であったが、 1990年代の経済危機で炭鉱のほとんどが閉鎖された。現在の主産業は金属工業、建材、農業となっている。シャフティはロシア連邦道路 M4 が通るほか、鉄道がロストフなどのや各地とを結んでいる。市内交通はもっぱら、バスとタクシーで、かつて存在したシャフティ市電やシャフティトロリーバスは廃止されている。ドラマ劇場、 アシーリー・アレクセイ,イエフゾーイカの街がシャフティの姉妹都市となっている。ありがとうございます。